こんにちは、孤独なパトロール TV です。いつもご視聴ありがとうございます。購入したバイクなんですが、バイク屋さんから電話がありまして、整備と登録と試運転が終わって、ついに、納車できるみたいです。で、納車する 日も一応まあ決まってはいるんですけど、天気が悪いと思うんで、とりあえずまずはレインコートを買おうと思って、まあホームセンターに行ったんですけど、そしたら川崎カラーのね、このライムカラーがあったんでね、バイクはね黒なんですけど、レインコートはねこの川崎カラーのねライムカラーでいいんじゃないかなと思ってね、購入しました。で、あとはまあまだ納車前なんですけど、いろいろまあバイク用品もちょっとずつ買い揃えて、まあ最低限は購入できたんじゃないかなと思います。納車動画はうまく撮影加工できるかわからないですけど、いつかアップしたいと思います。京子さんの前に大阪の自宅まで帰ってこないとかなり心配です。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。